どこに行ってんでしょうか。呼んでみましょう。沼尾ひろこちゃん、こんにちは。ハッピーバースデー。おめでとう。ありがとうございます。今日は何、はい、1回目の誕生日だって。そう、19回目だよね、はい、若いね。クロスタイが祝ってくれるの。え、たっぷりと。うん、はい、あ、たっぷりと。うん、はい、うん、あのね、うん、スタッフがね、はい、とにかく沼尾の誕生日にどんなことやりたいかって聞いたら、沼尾なんかコスプレがしたいってどうも答えたんだって。これ、いや、コスプレ、私は十二一重が着たいなと。あ、そう言ったの。おすべらかし。あ、十二一重が着たいなってたの。え、あの藤原のりかのように、あ、向こう張ってすごいね。今日はだけど十二一重じゃなかったんだよ、これな。でもね、うん、これ相当似合う。似合う、かわいい。かわいい、ええ、どんな格好。これはですね、うん、キャビンアテンダントです。おー、CA とお呼びだね。お呼び、あ、はい、そのコスプレで。そうですよ、あの、ね、トイレコンパニオンの時みたいな。そうだよな。そうですね、でね、一番金かけたらしいよ、助けマンで最終日。あ、そうなんですか。なんか規模がちっちゃくなっちゃったね、昔と比べると。こんな格好だけで一番金かけたって言わないでもな。え、いや、沼尾さんもらって帰っていいの。あ、いいんですか。ダメだ、ダメらしいよ、それ大変だよ。先生、仕組みになっちゃう、今文化放送の体制だと。もうとにかくね、はい、今日はその姿で、はい、今沼尾、あの、都内の、あの、某お花見スポットにいるんだろ。綺麗ですよ。どう、あの、開花何分先ぐらい。7分、8分いってる。なんか一定数なんですよ。一気に開いた感じ。5分、でも5分先ぐらいかなって言ってますけど、でもかなり綺麗に ね、あの、開いてますよ。じゃあやるまわしと終わる時にもまだ満開じゃないぐらいのところで持ちこたえてるとこも結構ありそうかな。あると思いますよ、ね、今週末は。はい、いい感じだね。ねえ、桜の前に番組しちゃうんだな、考えてみたら。あら、そういうことで、ね、今日ね、沼尾の設定はね、はい、もちろんその CA キャビンアテンダントなんだけど、はい、明日のフライト、あの、今日かっていう風に勘違いしちゃって制服に着替えちゃったと。設定だよ。あ、勘違い、うん、勘違いで、はい、まあ、明日なんだけど今日かななんて勘違い、で、明日のフライトで日本を離れて、長期海外フライトに出ちまうってことで、はい、その前にね、はい、あの、日本の美しい桜をこう目に焼き付けとこうと、うん、で、あの、花見スポットにやってきた設定。自然な設定ですね。で、そう、自然で。で、あの、だけど一人でお花見スポットに行くのは寂しいから、ええ、急遽友達に電話をして二人に来てもらったと。あ、それがこのお二人。うん、その二人というのはプライベートで通ってるコーラススクールの仲間。あら、コーラススクールの仲間だからね。コーラス、あ、そうか、はいはい、ね、じゃあ、ヤルマンコーラス隊のメンバーの元ヤルマンスタッフの、あの、今フリーになってる深見と、はい、相変わらず文化放送社員の本次。はい、今日すごいよ、本日はもう制作部のディレクターじゃなくてデジタル部に所属してんの、急遽呼び寄せたらしいよ。こんにちは、てるみさん、よろしくお願いします。こんにちは。お前は本当に離れしてるね、相変わらず。でも、あの、先週の公開生放送ではね、うん、あの、モバイル文化放送。そうなんです、あの、皆さん携帯サイト入ってください。お前そんなことばっかり。で、深見はね、これだけは言えって言われています。あ、言われてるの、それ。で、深見さん久しぶりですね。そうだよ、そうですよ、ご無沙汰しております。で、深見さん、はい、転職した会社すぐ辞めちゃったでしょ。いや、なんでしてんですか。文句言ってたよ、散々に。あの子は長続きしないって。いいの、そんなこと言われて。深見さんと仕事をするつもりだったらもういないんだもん。ダメじゃん。で、とにかく深見ちゃんもこれね、はい、本日もヤルマンコーラス隊再結成のためだけにスケジュールを無理やり開けてもらったんだ。で、今日はね、とにかくキャビンアテンダント沼尾とヤルマンコーラス隊で花見をしてもらうと。で、細かい指示はね、その都度俺が出すから。で、沼尾はあくまでもキャビンアテンダントになりきると、ね、はい、で、コーラス隊の歌が入った封筒っていうのはちなみに、あの、本人に預けてあるから安心して。あ、はい、うん、あ、これ、これ、そうそう、それ、それ、これ、あとでね、久々のヤルマンコーラス隊の歌声も聞かせてもらうから、はい、それじゃあ行くよ、お花見スタート。でもちょっとなんか今日嬉しいよね、だってお花見私たちさせてもらえるよ。実際にな、いいとこ行けてんだから。そうなんですよ。でも、でもね、いくら私、フライト日間違えたとはいえ、うん、帽子かぶってませんよね。ああ、でもいいんじゃない、別に。だからちょっと周りの人にさ、うん、あの、話しかけたりなんかして、ええ、あの、キャビンアテンダントよろしくだね、右手に見えますのが、ちょっとバスガイドさんみたいだけどね、左手に見えますのが、なんていう、そういう感じで、あの、周りを説明して、ええ、あの、空の旅楽しんでおられますか、ちょっと周りのお客さんにね、ちょっとそんな感じ。キャビンアテンダント今ね、うん、あのね、今ちょうどあの桜の木の
ね、結構来てんだろ、人アーチですよ、今アーチの下を通ってますが、ほらほら、もうたくさん、ちらほらたくさんいらっしゃるでしょ。いらっしゃるだろ。あと青いシートがもう随分敷いてありますよ。そう、うん、それにね、コンビ花見なんかしたいね。ほらほら、でもみんな荷物置きっぱなしで大丈夫なのかしらね。コンビお花見してましょう。ねえ、やだ、あの人バッグも置きっぱなし。そう、あら、なんだろう、衣装瓶も置いてあるしね。ねえ、人がいたらちょっと話しかけて。あ、じゃあ私たちも右手に見えますのは、この辺でありましょうか。左手に見えますの、うん、この辺でもね、ちょっと綺麗な感じじゃない。楽しんでらっしゃいます。ねえ、いやあ、ここいいんじゃない、ここ、この辺でやろうか、私たちも。ねえ、どうも、この辺で、わっ、ちょっと見て、もう始まってる隣。あ、ねえ、おでん、おでん、わっ、あ、もう始まってるんですか。いいね。あ、そうなんだ。あ、全然、ね、全然、私たち、あの、ここで、私たちも今日、いや、私こんな格好だから、そんな不思議な顔して見てるでしょう。もうやだ、困る。いや、どこのスチュワーデスだ、これ。あ、ね、空の旅楽しんでられますか。もう、空の旅楽しんでおられますか。あー、すいませんね。ちょっと空には遠いから。今日あたりただいま、冬季地上4000フィートでございます。いいね、左手はソメイヨシノでございます。いや、私ね、本当に本当言うとフライト日間違えちゃったの。あ、そうですか。それね、明日だったの。本当は明日だったの。明日だったから、それもう今日はもう本当なの。それで、あのね、本気にしてるまさにの。それでもう着替えてきちゃったんだけど、だからもう、でも明日から実は長期だから、今日もうせっかくだからお花見と思って、もういいや、このままでと思ってちょっと来て、それでお友達を急遽呼んで、じゃあさ、それまさにもうそんな感じな。そろそろサービスしてみよう。もうね、こんなおちょこちょいなのもあるんですよ、ね、ドリンクのサービスしよう。当期にご登場いただきまして誠にありがとうございます。お飲み物のサービスでございます。言いながらもつ鍋ドリンクのサービス。あら、なんだ、でも私たちなんかせ、もうこんなのちょっと買ってね、こんなの買ってちょっと飲みながら、あ、じゃ あせっかくだし、うん、あのサービス、サービス、お飲み物のサービスでございます。受けてる、受けてる、受けてる。みんな結構コスプレ好きが多いから、また。でも本当にちょっとだろうが偽物だろうが関係ないし、せっかくだからもう本当にあげるだって、リアルゴール、そう、こんなの。あ、でも陶器にご登場いただきまして誠にありがとうございます。陶器にご登場いただきまして誠にありがとうございます。いや、本当に、あの、乗ったりします、する、飛行機たまに乗ったりするんですか。結構マネージャー。あ、本当、そうですか。そうなんですか。ドラゴントーク、ドラゴントーク、ドラゴントーク。あ、そうなんですか。え、私の航空会社知りたいですか。うん、あ、いえいえ、あ、言って、あれ言って、あれ言って、あれ、あれ、あれ、いや、あら、教えてあげ、私教えてあげたい、うん、教えてあげたいんですけれど、このピンクのスカーフなんか見たことないですか。はい、言っちゃう。あんまり大きい声じゃ言えないんですけど、本当にこれ言っちゃいけない、あの、コンチネンタルマンクロネシア航空。コンチネンタルじゃ別に流水じゃねえかよ。今違いましたよね、前。え、あ、チンコネンタルだろうか。あ、ちょっと始まるんだ。ちょっと待って、あの、チンコネンタルマンクロネシア航空。ドン引き。あー、静かになっちゃった。ドン引きました。ごめんなさい、ちょっとほっといて、ね、ごらんさい、ごらんさい、いよいよ、まずは沼間マンクロネシアに話しかけて、いい、私たちね、ちょっと、うん、この辺でもやってていい、そう、いいよね、もうみんなもう宴だ。あのね、コーラス隊だ。そう、当期では音楽のサービスも行っておりますってこう説明して、コーラス隊のお友達なの。そう、それで来たの、今日急遽ね、いや、発声練習やってね、これね、発声練習、ちょっともうこの辺でコーラスの練習とかもしてても平気、発声練習いいですか。もうあの、こっちで勝手にやってるから、あれしててくださいね。え、じゃあ私たちもせっかくだから発声からやろうか、はい、発声練習かね。じゃあ行きましょう、せーの、うん、あーから、あー、せーの、おー、はい、おー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 、いいね、いいよ、いい、それっぽいの、おー、おー、盛り上がった、いいね、本物みたい。
さあ封筒からね課題曲1っていう歌詞カードを取り出してこれ3人で歌って。ごめんね逃げるね。課題曲1だよ。課題曲1、うん、課題曲、歌詞カード取り出して3人で沼はリーダーとして深見と本次の歌唱を厳しく指導だからね、うん、はい頼むよ。いやこれはじゃあ深見さん、はい、本次さん、はい、今日の課題曲はこれよ。これよ。わかりました。いくわよ。はい、出だしはこのくらいね。いきますよ、はい、うん、せーの。タンタンタヌキの枝は風もないのにブラブラ、それを見ていた親タヌキ腹を抱えてわっはっ。だからなんか途中だから弱かったところがあるね。いつも思い切り言ってるのにね。歌は上達しましたね。歌は上達したんだけど、4文字がなんか弱かった感じですね。ちょっとそうよ、ね、なんか2人が、沼尾だけがちょっといくらかいい。沼尾もちょっと弱かったけどね。深見さん、本次さん、うんうん、はい、発声きちんと滑舌も良くないし、そうそう、歌詞で聞こえないとこあったらおかしいよ、ね、練習したさっき練習ね、ダメじゃないの今ね、ちゃんと、うん、やっぱり上手くなってないです。全然ダメですね。それと、はい、気持ちが入ってないっていうのはやっぱり良くないと思うわ、はい、ほら気持ちを込めていきましょう。だってほら風もないのによ、はい、もう揺れてるのよ、ブランブランね、そこのところね、揺れてるんですね、はい、もう一回言った方がいいのかしら。もう一回じゃあもう一回気持ちを込めて、気持ちを込めていくわよ。本気がまだいいやつ出すんだよこれ。せーの。タンタンタヌキの毛玉は、すいません、また風もないのにブラブラ、それを見ていた親タヌキ、本日と深見はなんかすごい弱いよね、全くいなくなるね、歌ってないですね。じゃあ課題曲2行こう、ね、課題曲2、大丈夫かな、課題曲2、ね、はい、ね、どうぞどうぞ。ちょっと待って、じゃあこれちょっと仕方がないして、これは沼さんのためにですね、課題曲は2、いいだよ、いいだよ、はい、あのね、はい、今日は誕生日だからね、沼はね、誕生日、あ、おめでとう、お誕生日なの、あ、だからせっかくだから歌っちゃう、ね、お誕生日だからこれで、これでちょっと練習しましょうよ。あ、ね、あ、うん、今のため息は何、これは間違ってます、間違って、いや間違ってないのよ、ないのよ。なんで現場に行って番癖つけてんだよ本人。これは沼尾さん用のお誕生日の歌だから、そうそう、これじゃあ私のために、はい、2人が、はい、歌ってくれると、うん、これはやっぱりリードしないとね、怒らないと、はい、行くわよ、うん、はい、はい、せーの。ハッピーバースデートゥーユー、はい出してすー、はみ出しておいなりさー、ハッピーバースデービロビロビロ、おめでとう、おめでとう、ありがとう、ありがとう、いいね。じゃあ最後の課題曲3までいかないとな、これな、周りの人たち今さっきまで少し食い込んでこっちになんか話してるのにいなくなったの、ちょっと気恥ずかしいけど嬉しかった嬉しかった嬉しかった最後の課題曲3、ね、で歌終わったら3人で声を合わせて、チンコネンタルマンクロネシア航空万歳ということで、お開き、ね、手も上げるのね、そう、手も上げる。ちょっと待って、これは確かこの課題曲っていうか、これダメじゃなかったの、え、なんでダメなの、いいのかしら、いいんだよ、全然大丈夫、これ大丈夫だよ、そう、全く問題ないよ、そうですか、全然大丈夫、あら、そうですか、うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫、誰も怒ったりしないと思う、しない、オーラスを飾るからね、これね、はい、はい、じゃあみんなこれ本当に名曲だから、うん、この桜の木の下で、はい、本当に気持ちよく歌おう、わ、ね、はい、かりました、お腹から声出して歌おう、腹式呼吸でね、行きましょう、ああ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 大きなのっぽのフルチンコ、おじいさんのチンコ、百年いつも動いていたご自慢のチンコさ、おじいさんが生まれた朝に吠えていたチンコさ、今はもう動かないそのチンコ、はい、もう一回、今はもう
そのちんこ食べますね。どうしてもでも本日はなんか深みが弱くなるね、そこね。ちんこレンタルマンクロネシア航空バンザーイ。じゃあ沼王さよなら。